やっほーこんばんは。今メール送ったので、あの15分後とかに届くかなと思います。そう、ちょっと最近なんかめっちゃチャット送っちゃって逆にごめんなさい。なんかメールを全然送っていない。ちょっと今日他にも送りますね。おしゃべり会も今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや、なんか本当に早起きは辛かったんですけど、でもなんかやっぱりその一部からで今日1、2、3部だったんですね。でもすごい楽しくて、なんか眠気が吹っ飛んだんですよね今日で眠気が吹っ飛んで、でお家帰ってきてアイス食べたらなんか次お腹いっぱいになっちゃって、なんか眠たくなって眠たくなって寝ましたそしたら6時半とかで、あれあれ夜になってるみたいな。はい、あの親の会話で起きました。あ、リビングの普通にソファーで堂々と寝てて、そうパパも帰ってきてみたいな、なんかご飯作って、なんかなんだっけ、なんかねお米炊いたらしいんだけど、なんかお米に水を入れすぎてなんかぐちょぐちょだとか、なんかそんな話しててで本当に食べたらめっちゃぐちょぐちょで、なんかめっちゃ面白かったです。なんかもち米みたいな、なんかもちめっちゃお餅みたいな感じにしたかったらしいんだけど、なんかミスっちゃったらしいです。はいちょっとね寝起きですごい情報量がついていけなかったんですけど、はい、今日の一日はこんな感じでした。いや、おかゆそうだった。だからあれは一口食べてご飯いらないって言って手羽先1個食べて終わりました今日は。であとはフルーツ巨峰を食べて、今日も巨峰食べてって感じですこんばんは、やっほー昨日もね公演ありがとうございました。夕飯の生誕祭もすごく楽しかったですし、いや素敵な水色の景色だったな本当に。うん、良かったです、楽しかったですし、はい、やっぱり3期生最強だなって。そう、リリカと花江がね昨日いなかったんですけど、やっぱり改めてその3期の素晴らしさ、いや感動しました。スピーチもすごくて、そう本当にありがとうございました。あ、そう、俺は作ったのがあったんだ。見て、じゃーんね、低クオリティでごめんなさい。なんか3分くらいで、3分クッキングだったんですけど、あのインスタのフォローお待ちしてますってやつ。見て、見えるかな、えめぐりで書いてみた。えめぐりのペンで見える、これ。ちょっとでもさ、控えめに書いちゃったんだよね、残念ながら。多分こっちの方が分かりやすいこっちの方が分かりやすいなっていう感じなんですけど、まあ、こっちかこっち、どうしようかなみたいな、迷いますね。ね、これ貼ろっかな、とりあえず。3期さっさ最高、フォローしまくってる、ありがとう、しまくってるの、ありがとう。ね、こっちにしよっか。まあ、ピンク分かりやすい。いや、それな。けど、まあ、新作ということで、まあ、今日はこっちにしたいと思います。iPhone16 の色みたいな。いや、そうですよね。16はでも、ちょっと私決めちゃいました。どっちにするか。そう、まあ、どっちにするかというと、じゃ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 が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 、ぽい！ピンクでーすiPhone16 の色はピンクにしようかなって思いまーす。ごめんなさい、ティールを捨てましたティールを捨ててピンクにするつもりです。まだ買ってないんですけどね。でもピンクが一番なんだろう、可愛らしいというか、なんか一番可愛いかなって思うので、
ピンクにしようと思ってますね。すごい楽しみ。でもね、iPhone すごい、まず機種変できるかなって感じで、ルアすごい iCloud が今パンパンで、なんか移行できるかなって心配なんだよね。めっちゃそう、めっちゃ心配で、写真も読み込めないくらいにいっぱいあって、そう3万9000とかかな今。そう、そんな感じなんだけど、どうしよっかなっていう感じです。現地見て決めた。いや、なんかそのレビューとか、そのなんだろう、その実際にティールを買った人のノーマルカメラの、なんかノーマルカメラの状態みたいな、なんて言えばいいんですかね。まあティールを見たわけですよ、その動画をね、動画配信してる方のティールを。そしたら思ったよりもなんか色が違くて、なんか思ってる感じじゃなくて、そうだから、あ、こんな感じかと思って、じゃあピンクにしよっかなっていう感じで、で思ったよりもピンクも可愛くて、めっちゃそう濃いピンクは大好きなので、そうピンクにしようかなって今思ってるんですけど、まあまだ決定じゃない、買ったら、買うまで分かんないよね何にするか、もしかしたら売り切れかもしれないし。今使ってるこの iPhone 14 の、私今黄色を使ってるんですけど、黄色を選んだ理由は本当は紫にしようと思ってたんですね。そう紫にしようと思ってて、それで買いに行ったら紫が今ないですみたいな、で今あるのが黄色1個だけありますっていう風に聞いて、でも今すぐ買いたかったので、じゃあ黄色にしようと思って黄色にしたんですね。そうだから、もしかしたらそういうこともあるし、ちょっとわからないんですけど、まあ今のところはピンク狙いで行こうと思ってます。こんばんは。そう、大丈夫かな、機種変12時間くらいかかりそうだなそう、あとはちょっと16に変えるにあたって、私毎回ヒカキンさんのあの iPhone の比較動画を見てるんですけど、はい、今回も見まして、なんか画質も良くなったりとか、あとなんだっけ iOS18 みたいな、なんかね進化するらしくて、そうなんかすごい動画編集とかもなんかしやすいみたいな。私別に YouTuber じゃないので編集とかあんまりしないんですけど、なんか結構機能も良くなるっぽくて楽しみですね、すごく。そう、自分ティールにした。あー、ティールいいなさすがです。テイルだ、テイル、ありがとうございます。テイルいただきました。昨日の公演すごく楽しかった。その後のアルビー戦も楽しかった。お、よかったですね。アルビー負けちゃったね。そうなんですよ、本当に。いや、悔しいですね。私もちょくちょく公演の合間見てたんですけど、あの点数をね、そう前半2対1で、うわよっしゃーと思って、いい、はい、いいスタート切れてるなと思ったら、なんか同点になってさらに失点してみたいな感じで、ちょっと本当に悔しい結果になったんですけど、まあ、でもすごい神戸の強さをね改めて実感しましたね昨日は。うん、TikTok 良かった、ありがとうございます。そう、 TikTok をインスタのストーリーに載せたんですけど、皆さん見てくださりましたか。あ、まだ見てない方はぜひこの ID でぜひこの ID で見てくださいフォローもよろしくお願いします。今日はちなみにフォロワー2人減りましたさっき、違う、ちょっと前に3時間前に1人くらい減って、でさっき見たら1人減ってたから、ちょっとぜひよろしくお願いします。あ、そう、なんか昨日はあの本当になんかね、すごい遅い時間に帰ってきたんですよ。だからちょっと TikTok を投稿できなくて、だから今日の朝に投稿したんですけど、はい、ちょっとぜひ見てください。あんまり自信なくて、なんか3つくらい撮ったんですけど、同じ音源をね3つくらい撮ったんだけど、なんか全部ちょっと気に食わなくて、なんかここの部分があんまり嫌だなとか結構気に食わなかったんですけど、でもなんかどうしても出したくて今すぐ、そうどうしても出したくて無理やり出しました。そう、2人か3人用で踊る動画をね1人で踊るっていう、はい、すごいなんか、そう、通行人とかもいてすごい恥ずかしかったんですけどそう、劇場結構人通るから、そうスタッフさんとかメンバーとかだから、すごいキョロキョロしながら踊ってたんですけど、無事に踊れました。また踊るものがあったら踊ります
こんばんは。鹿の子、鹿の子はね、そう、いや私は鹿の子はちょっと恥ずかしいのでもっと可愛いふわふわ担当がいるのでそちらにお任せします。インスタフォローしてきました、ありがとうございます。ちょっと減ったの、そうだから増やして増やしてほしいな。宣伝しとくね、ありがとうございます。ぜひなんかね、職場の隣の人とかにちょっと ID、 あのこれ私の推しのなんか ID だよみたいななんかそう自分の電話番号を渡す風になんかちょっとこの番号を渡してほしいなって思いますよろしくお願いします。そう、私もできる限り宣伝頑張ってて、でもなんか最近思うのは、なんかもしかしたらなんかどなたか宣伝してくださってるのか、なんかすごい急に増えて、そう今90人台なんですよね。そうすごい細かくて申し訳ないんですけど、なんか今1590人で、もうちょっとしたら1600人、1600の台に行けるよ。2000人になったら2000人ありがとうございますっていうストーリー載っけたいし、ちょっと楽しみだな。もっと増やせるように頑張ります。こんばんは。あ、そうだね、オイシックス新潟さん、なんかそう、あのオイシックスさんすごい、あの私をね、あのなんだっけ、あのインスタメンションしてくださってそう、野球好きの方もフォローしてくださったりとか、そうありがとうございます。本当にオイシックスさんがめっちゃルアのあのインスタンタグ貼ってくれるんだよね、ストーリーに。嬉しいです本当に。やはり2000人いったらちょっとお祝いしましょうねえ、あとなんだろうな、今日の話はもう今日本当に、昨日とかもいろいろねあったもんね。そうでも本当にユーハのスタンドフラワーみたいなめっちゃ可愛くて、なんか目がベルボーに似ててすごい可愛いなって、あのもうキョトンとした目が大好きなんですよ。だからすっごい可愛くて愛おしかったです。あのなんかラッコみたいなやつ、そうめっちゃ可愛かった。じゃシルバニアファミリーもそうあって、なんて読むのこれ、なんて読むのそれ、金魚なのあれあ、鯉って言うんだ、あ、鯉なんだあれ、へえ。鯉かわいい、めっちゃかわいいじゃん。オジアのやつなんですか、あ、錦鯉、あ、そうなんだ、へえ。オジアのなんか名物みたいな感じ、名物って違うか、郷土料理みたいな。あ、そう、手紙のリボン、そういただいたんですよ、ユーハから、ありがとうございます。ユーハちゃんありがとう。そう、なんかそのファンの皆さんにはもちろんね、多分その来てくださった方、昨日来てくださった方には渡ったかなと思うんですけど、あのメンバーにもその後くれて、そうめっちゃ嬉しかったんだけど、なんかすごいたくさんあって、でそっからじゃあルアはって言って、あ、これがいいって言って、そう私の大好きなエメグリが好きっていうのを把握してくれていたので、ユーハが、だからもうルアの顔を見てすぐにエメグリのリボンを手に取ってくれたんですよ。もうめっちゃ嬉しくて、ガーハハーって言ってきました。はい、いやめっちゃ嬉しいね、いや本当にこれは嬉しいよ。そう、他にもね、あの多分メンバーに合う色を多分ユーハは選んでくれて、そう優しいよね。あ、同じエメグリ、やった、エメグリ同士可愛かったな。そう、今でも大事にバッグの中にしまってあります。あ、そう、紙白にした、そうさっき書いたんです、これも一応エメグリ色のペンなんですよ。そう、なんか明るい緑みたいな感じだから、もう実質エメグリでしょ。あ、このテロップもエメグリテロップもエメグリじゃないこれ、
いや、えめぐりだよこれは。722日目、ありがとうございます。イエーイ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 、テロップもえめぐり、いやー嬉しい。自分もテロップ出た。あ、そうなんだ。あ、本当だ、そうだね。いや嬉しいな、えめぐり尽くしね。幸せだ。幸せだ。なんか髪の毛、お、なんか、よいしょ。こんばんは。そう、あのね、でも本当になんか申し訳ないなと思ってるのは、すごいメールをね、メールとかなんか、あの、なんだろう、メールとかチャットは昨日、あ、今日めっちゃ頑張ったんですけど、写真の読み込みが遅くて、なぜなら低速モードだから。え、本当にごめんなさい、なんか写真の読み込みに1分くらいかかるんですよ、もう1枚。そう、それでなんかもう私本当に狭い心なので、なんかいつもすぐもういいやみたいな、低速だからいいやってなっちゃうんですけど、今日はチャットめっちゃ頑張りました。広い心を持ってちゃんと1分待って、そう、写真読み込んでよし送信したんですけど、そう、低速モードだと本当に、いや、そういうことが起こるんですよ。だからもう本当にごめんなさい。だから送るスピードが遅くなっちゃって、だから夜遅く、いや、いつも夜遅くなんですけど、すいません、夜遅くになっちゃいます。でも今日は家にいるから多分すぐ送れる。はい、だい、そう、今日はすごいなんかチャット送りたい気分だったので、ね、送りました。ありがとう。あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。ちょっと反射するんですけど、そう、ファンの方からいただきました、ありがとうございます。見て、ピンクのやつ可愛くない？なんかずっと欲しくて、これメールにも言ったんですけど、これ買おうと思ってたら、なんかどこにもなかったんですよ。そう、本当にどこにもなくて、店舗行ってもね、え、どこにあるんだろうと思って、ちょっと一回諦めてたんですけど、そしたら、そう、ありがとうございます、めっちゃ可愛くてお気に入りです。言い訳。いや、ちょっと低速モード界隈はちょっと言い訳しないと。いや、本当にちょっとこの界隈きついですね。いや、その携帯変えると同時にちょっと無制限にしたいです。本当に本気で思ってる。ちょっと15ギガはマジでアイドルダメです、向いてない。アイドルには15ギガ、25ギガくらいかな、ギリギリ。はい、ちょっと会話、29日当たれば婚約で、ありがとうございます、待ってるね、当たりますように。赤尾からえめぐりになっちゃうね、なるかもしれないね。いや、ならないけど、ならないけど、なるかもしれないね。活動に支障が出る、いや、そうなんですよ。え、本当にそうだね。だってなんかインスタのストーリー、おしゃべり会中に多分投稿したと思うんですけど、あのダンス動画もめっちゃ長い、ちょっと長い動画じゃないですか。だからもうアップロードするのにあれ10分かかって、実はね、10分かかったんですよ。めっちゃ長かった、めっちゃ待った。え、まだかな、まだ投稿されないのかみたいな。めっちゃ待って投稿できたので、本当に、いや、支障出すぎですね。何、シルバーウィーク、え、もうすぐ終了、え、まあ何時まで、10時までとかですか。何位で終わるんだろう、では何位なの、27。あ、本当ですか、ありがとうございます、本当に。ねえ、誰はゴロ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 って感じでしたね。ね、メール来た、あ、よかった、ありがとうございます。そう、ちょっと、あ、26、あ、確か27、え、今27位、あれ、ちょっと、今27位だから、あ、26位。ふむい、え、目指してくれてんの、ありがとう。そっか、あと10分で終わりか。ダンスとかよかった、ありがとうございます。
ちょっとママにあのダンス動画の感想を聞いたらなんか横向きすぎとかキョロキョロしすぎって怒られたんですけど、いやでも実際それに注目して見てみたらなんか面白すぎてキョロキョロしすぎて本当にすいません、なんか目元は見ないでくださいそう、ありがとうございます、褒めていただいて嬉しいです。毎月です。いやそうですね、ロエ最近雰囲気変わりました。いやなんかよく言われるんですよ、全然変わってないですよ、全然変わってない、なんだろうね、なんだろう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 、え、なんだろうね。でも前髪切りました。え、昨日前髪切ったんだけど気づいた？そう、また切ったんだ。ちょっとまた長くなったなと思ったので切りました。幼くなった、なんか清楚系になったかなあ、でもまだ投稿してないんですけど、あの昨日私鼻にクリームつけましたので、はい、シュークリームでちょっとあざとい写真をね、そう、ちょっとどっかに投稿したいなと思ってるんですけど、 X に投稿しようかなって今悩んでて、ちょっと明日とかに投稿できたらいいなって思ってるので楽しみにしててください。結構あざとい、わざとつけましたちなみにあのゆうなと無理やりつけました。はい、どうやったらつくかなみたいな感じであの探りながらつけたのでお楽しみください。多分明日です、明日こんばんは、かわいい、ありがとうございます。ふむい、いけるかな。25位、あ、25位になる可能性もある。ごめん、なんかさ今点差が分かんなくて。ミリ単位、確かにミリ単位ですね今日。そう、このくらい切った、このくらい、このくらい本当に緑じゃない、ミリ。フードかぶってへそだし、イケメンすぎて惚れたイケメンや、いやあれただカッコつけてるだけです、カッコつけてるだけです。ありがとうございます、チーズ。そう、ユーナも、もうユーナ確かもう投稿してたよね。そう、ルはまだあの保留してるので、いやースイーツ部入部目指してるんで私、はい、あの前回先日あの仮入部してきたのでスイーツ部入れるか分かんないけど仮入部してきたんで、ちょっと自らあざとさを出していけたらいいなと思っております。ユーナと今頑張ってるから、あざとくするために。ちゃ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 、あざといの好きでしょあざといの好きでしょね。現在のあざとさ、あざと指数、あざと指数は何パーセント？今はでも今は別に何もしてないので 60% くらいですかねでクリームつけたら 90% になります。でクリームつけながら漏れセリフ言ったら 100% です別に今あざとくしようとしてないけど、まあまあ別に何とでもないので 60% くらいかなっていう自己採点です。今日もかわいい、ありがとうございます。本当におしゃべり会楽しかったです。本当になんか私のファンの方なんかすごい面白い方もいらっしゃって、すごくね、いや本当にめっちゃ大声で今日笑っちゃいました。そう、隣が今日ははるかさんでした。隣ははるかさんで、隣は壁でした。そう、角っこにいたんだ今日は。角っこ、隅っこ暮らしでした。角っこ暮らし角っこ暮らしならぬ隅っこ暮らしでした。らーちゃん萌え台詞言わないよね、大っ嫌いなのでいやでも萌え台詞
ム大嫌いなイソベルアが今頑張ろうとしてるので、そういやだからもうなんかクリスマスとバレンタインのあの冬のニコ生さんは本当にちょっと恥ずかしくて、なんか毎回ニコ生さんとかでなんかお題を引いて、じゃあこういう設定でみたいな、なんか萌えゼリフ言わされるんですけど本当に恥ずかしくて、いやそうなんか言い終わった瞬間ちょっとなんかシャッターみたいな、ちょっと一回顔隠してほしいよね。そう、その恥ずかしがってるところも映ってしまうので、それがなんか またさらに後日見ると恥ずかしくて本当、いやでもあざといはちょっと今はね、ちょっと恥ずかしいので、まあいつか企画とかあったら萌えゼリフ頑張るけどって感じですよね。アニシに向けていいようにすれば、いやアニシは絶対やだ、だって今日ダゾーン取られたんでるわなんかそのアニシをちょうどお家帰ってくる時間で、そう一緒にお家帰ってきたんですけど、なんかもうそうしたら私があの昨日のあの神戸戦を見ようとしたら、先にアニシがなんかダゾーンで野球つけ始めてきて、なんかうわ今から始まる、うわマジちょうどいい時間に帰ってきたわとか言い出して、そう阪神対巨人を見せたんですけど試合をね、いや本当にもうムカつきました私が見たかったわね、で拗ねて寝ましたってことでスクショをしたいと思います。これは仲いいのでしょうか私たちは。ありがとうございます。そうなんかこの試合が大事なんだってアニシが言ってたから、そうなんか大事らしいですね。ねってことでお礼をさせてください。13位小川満市ありがとうございます。12位山形かかし市ありがとうございます。11位タコ坊主市ありがとうございます。10位ヨッシー市ありがとうございます。9位中野市ありがとうございます。8位愛してる新潟市ありがとうございます。7位ホワイトサンドの市ありがとうございます。6位ジュン市ありがとうございます。5位雪天川市ありがとうございます。4位愛するアスマイルレボリューション市ありがとうございます。3位ヤマツ市ありがとうございます。2位ドスドスタントのアザラシクジラ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイッ、マイゲシです。ありがとうございます。はい、ありがとうマイゲシ。だるまふむいになってるかな、ふむふむありがとうマイゲシなってた、え本当に嬉しい、じゃあ26スクショできるかな、こっちか、こっち、ありがとうございました。おやすみなさい、また来てね、明日も配信します。朝するかも明日、そう明日は朝です、多分夜はできないのでよろしくお願いします。また寝起きのルアシをよろしくお願いします。バイバーイ、おやすみバイバイ